山下義貴君。日本共産党の山下義貴です。閣議決定された社会保障税一体改革大綱では後期高齢者医療制度は廃止に向かうとされております。しかし民主自民公明による修正協議ではそこが問題となっているんですね。そこで総理は後期高齢者医療制度を悪い制度だと思っているんですか。野田総理大臣。悪い制度といいますかですね、75歳に到達した時点で、それまでの保険制度から分離区分して、保険制度に一律加入するということや、医療サービスや検診の取り扱いなどが現役世代と異なるものとなったことが年齢による差別と受け止められた点があったと思いますし、国民のその反発もあったというふうに思います。まあ、政権交代後、運用面での改善できる部分については、可能な限り対応してきたつもりでございますけれども、高齢者医療制度については、地方団体はじめとする関係者のご理解をいただきながら、どういう形ですか、今、検討を進めているところでございます。というのが現状認識でございます。山下義貴君。この制度が始まった2008年、総理は自身のホームページで、次のように述べておりました。古希70歳と喜寿77歳という人生において大変喜ばしい節目の間に、後期75歳以上という74歳以下の国民との間を非人間的に分断する制度設計が割り込んできました。4月から始まった後期高齢者医療制度は、横暴に社会保障を切り捨てた象徴的な事例です。総理の言葉に間違いありませんね。野田内閣総理大臣。言葉というか、書いたということでございます、はい、山下君。ここにあるようにですね、後期高齢者医療制度は、74歳以下の国民との間を非人間的に分断する制度だと、横暴に社会保障を切り捨てた象徴的な事例だと、こう言って国民の支持を得て、民主党は政権についたんですよ。総理、今でも同じ認識ですか。野田内閣総理大臣。年齢区分のあり方とその伝わり方についての懸念を当時持っていました。でそれはその後運用面での改善はしてきると思いますが、当時の思いは率直にこういうことでございました。山下義貴君。当時そういう思いがあったということですけどね、総理は後期高齢者医療制度の問題点を3点にわたって具体的に指摘をされていました。このパネルの中段に抜粋してあります。まず第一は、受け取る年金は消えているかもしれないのに、支払う健康保険料はしっかり満額転引きされるという不合理ですと。現に年金は毎年減っているのに、保険料はきっちり転引きをされております。総理の指摘通りになりました。さらに総理は、第2は、年間18万円未満の年金受給者は、保険料が年金から転引きされない代わりに、1年以上保険料を滞納すれば、保険証を取り上げられてしまうことですと指摘していました。厚労大臣、保険料の滞納者は何人か、うち正規の保険証を取り上げられ、有効期間の短い短期証にされているのは何人か、お答えください。小宮山厚生労働大臣。平成23年度の後期高齢者医療制度の保険料の滞納者の数は28万5千人で、全体のおよそ 2% です。そのうち平成23年度に短期被保険者証を交付された被保険者の数はおよそ3万6千人、全体の 0.3% になっています。山下君。たくさんの方がそうなってるんですね。しかもそれだけじゃありません。保険料が払えずに、差し押さえを受けた高齢者もいるんですね。厚労大臣、差し押さえの推移を報告してください。小宮山厚生労働大臣。後期高齢者医療制度の保険料の滞納処分を受けた被保険者の数は、平成21年度はゼロ、平成22年度は829人、平成23年度は1792人です。
滞納から滞納処分までの間には一般的に一定の期間を置くために、制度施行後2年を経た平成22年度に初めて発生いたしまして、その後徐々に増加していますが、平成23年度は全体のおよそ 0.01% で、ほとんどの被保険者の方にはしっかりと保険料を納めていただいています。山下芳樹君。高齢者にですね、重い保険を課す、その上保険料を払いきれないからと、これ病気になりがちな、みんな75歳以上の方ですからね、そういう高齢者から正規の保険証を取り上げ、しかも差し押さえまでやる、これあまりにも冷酷なやり方だと言わなければなりません。これ差し押さえられたですね、金額、全国からいろいろ取り寄せて調べてみて驚きました。1万円とか、2万円とか、数千円という数字が並んでおります。総理、これあなたの政権の下で、こういう無慈悲な差し押さえが広がってるんですよ。責任感じませんか、総理。やります。小宮山厚生労働大臣。一つは短期の被保険者証を渡しているというのは、頻繁にその、納付相談の機会を設けるためにですね、その接触するという意味もあって、有効期間の短い被保険者証をお渡しをしています。ただ、今、そして滞納から、それを取っているという処分についてお尋ねでございますけれども、たとえ少額であっても、やはりそれは払っていただくことが、他の方との公平という面から大切だと思って、そのようにやらせていただいているところです。山下芳久君。本当に無慈悲な答えだと思いますよ。実態分かってるのかと。東京ではですね、年金月6万円、83歳の方の預金口座が、年金が振り込まれた途端に差し押さえられたんですね。これ生きる糧を奪うもんですよ。総理、これはあなたの政権の下でこれが起こって広がってるんですね。責任感じませんか、総理。はい。はい、小宮山厚生労働大臣。その滞納処分の実施につきましては、きめ細かな収納対策を適切に行った上でですね、保険料の納付について十分な収入とか資産などがあるにもかかわらず、なお納めない方について、そういう措置を取っているということでございます。山下君。総理どうですか。野田総理大臣。数字で見るとそれは確かに処分者数増えていますけれども、その理由というのはよくちょっと調べないと何とも言いません。今申し上げた厚労大臣のような傾向もあるのかもしれません。これちょっとよく調査しなければいけないと思います。山下君。無責任ですよ。調査もしないでね、あるかもしれない。私はさっき紹介したような事例をね、聞いてますよ。年金月6万円しかない方の振り込まれた年金の預金口座をその場で押さえてるんですよ。そんなことがね、こんだけ増えてるんですよ。責任感じないのか。もう一つ、総理は第三の問題点として、75歳以上の高齢者の増加に応じて、自動的に保険料が引き上げられる仕組みであることですと指摘していました。これはどうなったか、厚労大臣。今年度の改定で保険料は何パーセント上がりましたか。小宮山厚生労働大臣。後期高齢者医療制度の保険料は2年に1度改定されますが、今回全国平均の1人当たり保険料額は月額300円、およそ 6% 増加する見込みです。山下君。月額にしたら小さいかもしれませんけど、2年間で 6% もね、これ上がってるんですよ。コンデフレの時に。しかもこれで終わりじゃありませんね。厚労大臣、保険料の将来見通しについて報告してください。小宮山大臣。厚生労働省が今年3月に行った推計によると、後期高齢者医療の保険料の額は平成24年2012年度の賃金水準に換算した場合、2015年度に月額5800円程度、2020年度に月額6200円程度、2025年度に月額6500円程度となっています。ただこれだけ高齢者が増え、医療が高度化をし、医療費がかかるときにですね、公費も多額入れています。で、現役世代にも負担をいただいています。そうなったときに高齢者自身にも一定のご負担をいただくということが必要だと考えています。山下君。
今の数字をですね、まあ、厚労省の別の資料で、パネルにいたしました。こうなるんですね、保険料はですね天井を知らずに上がっていくんですね。2025年には今の5割増しになるんですよ。これではね、ますます払えない人が増える、保険証が取り上げられて差し押さえが増える。これね、ずっと見てきたようにですね、この制度は年金は減ってるのに保険料は天引き、これ払えなければ保険証を取り上げられたり差し押さえされたりする。で、保険料はずっと上がり続けるんですね。なんでこんなにたくさんの問題がある制度なのか、はっきりしてますよ。75歳以上の方だけを集めて制度を作ったからですね。総理もね、そのことはもう言ってたんですね。総理はそもそも保険という考え方に立ちながら、ある年齢以上の方々だけを別枠にしてしまうというのは矛盾しています。病気にかかるリスクの高い高齢者だけを切り分けて保険が成り立つはずがありません、と言っていました。この制度が続く限りですね、高齢者の苦しみは募るばっかりですね。総理、後期高齢者医療制度はきっぱり廃止すべきではありませんか。野田総理大臣。私はずっと毎朝街頭を立ってビラを配ってきました。で、そのことによって過去にいっぱい言動があります、たくさんあります。で、その当時の私の思いを一番率直に伝えた手段がこの瓦版なんですね。で、その頃と状況は変わったこともあります。当然のことはここに書いてあることでも、例えば満額天引きであるとか保険証を取り上げられてしまうとか、そういうことの状況が変わっていることもあるんです。で、こういうことはぜひですね、通告をしていただければ大変ありがたいと思います。当時はこんなこと言ったじゃないかと、きちっと調べ直してみれば説明できる方は多いんです。ぜひちょっとそういうご質問をお願いをしたいと思いますが、後期高齢者については、今は関係者のご理解をいただきながらの、私どもの今提案をさせていただいているところでございまして、これが私どものすべての考え方であります。山下君。このブログの最後にですね、私たちは後期高齢者医療制度の廃止を目指します、野田佳彦と書いてありますよ。この時と事情が変わったと言いますけどね、この制度の根幹全然変わってないですよ。変わったのはあなたの姿勢じゃないですか。総理、廃止しないんですか。廃止を目指すと書いてあるのに続けるんですか。野田総理大臣。したがって関係者の理解を得て法案提出に向けて今いるということでございます。時間が来てますので最後にしてください。いくら聞いてもですね、山下君、廃止するとは言えない。なんでか、自民党公明党と談合して消費税増税法案を通すためですね。そのためにこの悪い後期高齢者医療制度を廃止することを棚上げするということですよ。結局あなたが政治生命をかけるという社会保障税一体改革というのは、消費税は上がる、社会保障は一層悪くなるということですね。こんな道未来はないということを申し上げて質問を終わります。以上で山下芳樹君の質疑は終了いたしました。今野田総理に質問をしてきました。今回は後期高齢者医療制度廃止問題を取り上げました。社会保障と税と税の一体改革と言いながら、結局は消費税増税を通すために、あんなにですねひどい制度だと野田さん自身が何点も指摘していた後期高齢者医療制度の廃止をもう棚上げしてですね、増税だけ通すという今やり方にのめり込んでいってるっていうのでね、それを指摘しました。で、結局野田さんが瓦版で言ってた通りのことが今後期高齢者医療制度の元でお年寄りの上にかぶさってるわけですね。だから廃止すべきだと言ってたのに、廃止棚上げして消費税増税を通すと、そんなね裏切りはないと思いますね。一体改革と言いながら増税だけを通し社会保障を悪くすると、こんなことをね許してはならないし、国民はしっかりこれを見抜いてですね、大きな運動を起こしていただけると思いますし、起こしていきたいと思います。全国の高齢者の皆さんと一緒に、この裏切りを許さないぞと、別の道があるんだと、ちょっと時間足らずで、共産党は消費税に頼らない、社会保障充実、財政危機打開の道をちゃんと持ってるというのが言えずじまいだったので残念なんですけども、
そういうことも含めて、別の道を大いに提起していきたいと思います。どうも応援ありがとうございました。